はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。はい、さ、この下にある肩のサニウラが引退して繁殖に上がったということで、こちらの馬を種付けてですね、また新しい世代を作っていきたいと思います。肩のサニウラはオス馬です。なので今回は牝馬にこれを種付けることになります。自家生産はこの辺ですね。あれ、マルベーサって2頭いたのか。ちょっとレベルを上げておこう、マルベーサの。あれ、でも1頭しかいないよな、マルベーサは。何か勘違いだろうか。どれも良さそうな感じですね。なるほど、金額は高いほどですが、あれ、この辺のアーバンシーはもうフルですね。でも平均型なんですよね。堅実型じゃない。アルペンサー結構良さそうだな。アルペンサーつけてみるか。そんなに目立ったあれじゃないけどな。そんな爆発力あるわけじゃないんだよな。マルペンサをつけてみましょう。ウィンドインハヘアもいいんですけどね。まあ、ここは丸ペンサ。これをつけてみましょう。さあ、どうだろう。あんまり目立たないかな。青は来た。さあ、アゼクラ。おっと、なんだこの滝。まだある。ホワイトホーではホワイトじゃないけど。これで終わりかな？かわいい。将来のスターホースを直感させるね。これなんだろう、格は。オス馬か。マルペンサってどういう意味なんだろうな。まあいいや。これでいきましょう。
で、発音です。肩のジャック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 。うん、これですね。さあ、種付けを完了しました。2000が得意となってますね。まあ多分芝なんでしょうね、やはり。普通に得意の距離で出してみたいと思います。これって新馬戦というか、条件戦たくさん。お !1.0 倍これは相当のものかもしれんな。初めて出たよ、1.0 倍は。だって前の型のサニブラって 1.1 倍だったからな。桁違い。レース見てみましょう。さあ、12頭の下点が完了しました。あと客室はどういうタイプかな。そこまで見て前に行くタイプの方がいいよな。とりあえずスタートは良かったな。おお、スピード差だけで先行してんのかな。それとも。まだ先頭集団ですね。しかし、ステラメージが結構粘ってる。もっとも、その後ろは全然阪神ならないですからね。ステアメージが結構強いのかも。あとは、ガリバーバキャップが来てるか。ちょっと最後バテたものの、ちょっと差はつけてますね。うん、やっぱり芝に出していくための馬ですよね。じゃあレースだ、ダートに出してみよう。これレース無駄、オープンに上がる前にレースが多かったら消耗は激しくなるんだろうか。 1.7 倍ですね。力でもぎ取るかもしれないよな、このクラスになった。距離とか関係なく。芝は短距離か、もしくは思い切り長い距離やってみましょうか。あと、そうそう、距離適正の範囲っていうのも気になりますね。その適正距離を外れると、途端に弱体化するゲームですからね、これは。うん、やっぱり前に行く前がスタートなのかな。じゃあ売りはさあ単独先頭です。東京ですからね。ここ引き離し始めた。これを三日月ターンですか。足色いっぱいのような、むしろオアシスパサーの方が足色はいいですね。でももうすぐゴールです。あ、強い。これは強いわ。G1 出してもいいかもしれないな。1.0 倍やったら。ダートもこなせないわけじゃないってことですよね。すっごい。芝の1200。1.9 倍。さあ、檜山のオープンとなると、そうそう、強い選手が現れますからね。な感じ。黒鹿かな。この色はいいですね。ちょっとサンスクリットに一番人気は取られましたが、
それ以外は20丸です。一番人気じゃないわ。20丸1個取れましたが、あとですね、このレースは主です。その主でどう対応できるか、表棋戦を見たいですね。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは、先頭に立ったのは、はい、ここも先頭に立っていきます。アタッカーイシャル、アイシャーベットが上がってまいりました。その後ろ、さあいよいよ先頭じゃないのか、でも再度先頭に立ちましたね。中山直線は短いが、スノーオンザピークは来ている。さあ詰まらない、押し切りました。こういう中山みたいに短い直線では特に能力発揮しそうですね。一応は特に悪くないと出てます。こいつにとっては伝説を序章に過ぎないよと言ってますね。覚醒数が多い方が良さそうな感じ。さあそんな感じですね。ベスト体重もそんなに変わらないと思うんです。つまり父を引き継ぐ身じゃないかなという。もう一レースだけやって、引退したいと思います。今何月なんだろう ?1 月か。当然、皐月賞前レースがない。で、皐月賞やったら、やっぱり、遅くても如月賞ですよね。如月賞に登録しましょう。岡部に乗ってもらったので、岡部さん行きましょう。おっと、希少です。おとなしい。この辺は父親を引き継いでるとしか言いようがないですね。人参か。三段チョコケーキ。勝負根性はそんなにない。でも先頭立てましたよね。今ベスト体重が分かってないっていう感じですよね。
コリトラックで。チョコケーキを。こういうふうにして、前半はもう、成長重視させていきます。パートナー調教ですね。気象はまあ全く問題ないんで、やっぱりスタミナですか。瞬発力は S。まあ、まずまずですね。ほぼ出ましたね、スタート。ただ、スタートが悪いとは考えにくいんで。かなり重そうですね。追い込みなんだ。差しに変更。やっぱり追い込みじゃ届かんケースありますからね。高級リンゴリュースを。おっと、ベスト体重は分かりました。いきなり分かったか。482キロですね。さあ。重賞の初陣、キサラギ賞です。これを多分勝って、サツキ賞へと、駒を進めたいと思います。すごいな、1.1 倍。相手は、町金神太鼓が丸が2つ。他丸がついてるのはイーデライナーとトーナラッキーですね。イーデライナー、トーナラッキー面白そうだな。249。まあ、3は硬いと思うんで、3から。3から249。あとはちょっと、サムソンビッグも面白そう。サムソンビッグも結構走るんですよね。これ、シーツで走る馬は結構走るということで、神代湖もいいんですけど、イーデライナー、小路 C1、2、1、2、6、10の副賞も買っときましょうか。10倍ずつ。サムソンビッグもですね、これで丸花王冠が来るというオチが待ってそうな気がする。まあ2頭当てればベストなんですけどね。さあ、雪がちらつく京都競馬場、キサラギ賞の出、発送です。さあ、10頭の下点が完了しました。ここは簡単に通過したいですね。さあ、飛び出した10頭、立ち遅れました。7番マルカウォーカン。さあ、何が行くのか。先手を取ってサムソンビッグ、それからトロナラッキー。5番異物大カーンが上がってまいりました。ちょっと離されまして10番大気デューク。
じっと第2コーナー右にカーブを取ります。そのうちパリス K1 3番肩のジャック目下敵なしの間中央のワゴンでやります。イーデライナーそれから丸川王冠そしてその後ろからバチカネジン大工一番後ろに名称ヨシエでやります。名称シーは最高峰カタオジャックは5番手ですね。中段に位置しています。前言ってたのは嘘みたいですね。そしてそのうちにバチカネジン大工ちょっと離れて1番名称ヨシエでやります。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。さあ遠くのかどうか。サムソンビッグだ。どこ前か。陣大工が来た。てか全然伸びないじゃん片尾ジャックは。さか馬券買ったからわざと負けたのかな。ちょっとショックが大きいですね。距離って良くないのか。根幹距離だと走るとかそんなあたりかな。放牧です。というわけで、ちょっと意外と苦杯してしまいましたが、この先は皐月賞でも巻き返しを期待したいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。当ゲーム動画で行こうではチャンネル登録していただきたいと考えております。はい。チャンネル登録者数がすごく励みになります。最終的には1000人を目指しておりますので、よろしくお願いいたします。Twitter、ブログやっております。アドレスを説明欄に記載しておりますので、よろしければ見に行ってください。また、最後の20秒で流します。関連動画。関連プレイリストの方もよろしければご視聴お願いいたします。はい、ここまで見ていただきましてありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。